近年世界各地で猛暑や集中豪雨などの異常気象が増えており、岩手でも気候変動による影響が見られます。気候変動を小さくするためには、世界全体の温室効果ガス排出量を大きく減らし、地球温暖化の進行を抑えることが重要です。例えば太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用や、建物の高断熱化、照明の LED 化などは温室効果ガスの排出を減らし、私たちの暮らしも向上させます。岩手県では県民会議の議論や地域の皆さんの意見を取り入れて、温室効果ガス排出量の2050年実質ゼロを目指すことにしました。一人一人が地球全体のことを考えて、家庭で、職場で、地域で、そしてオール岩手で気候変動対策に取り組みましょう。